シ銀山城は、広島県福山市山手町にあった、戦国時代の山城。ビンゴ地方南部一帯を支配した杉原氏の居城として知られる。木梨杉原氏の一族の杉原正氏信によって、築城され、以後、山手杉原氏を名乗った。城は、毛利氏や天古氏などとの実践にも活用された。杉原一族は、麓にある、相当相見保寺を、 菩大寺としていた。銀山城主三代目の杉原森重は、毛利氏の三家の神戸城の主である、山名治教の家老であり、理教の守護神鍋城の上手となった。杉原森重の死後、家督継いだ、杉原元森に反発する、杉原掛森との間で相続争いが起き、や手て、杉原氏は衰退し敗状となった。杉原氏の退いた後には、 高橋馬之丞助隆が入場したとされる。構造山の山頂から南東方向に伸びる尾根の上に尾根の一部を掘り切りで切り離して城が築かれていた。東西150メートル、南北200メートルの範囲に十数段の連郭と十数条の縦堀、掘り切り、土塁や石垣などの遺構が残り美南屈指の要害とされ、 国人衆の筆頭だった杉原氏の勢力を現代に伝えている。北側を頂点とした逆 V 字型に昇格が配置され、周囲には縦堀が掘られている。城の中心となるのは南向きの尾根にある三段から構成される主城角群で、それに続く南向きの尾根の南端にも堀切りを介在して二面の昇格がある。主城角群と堀切りを挟んで続く。 南東側の尾根には、海岸上に八段に、昇格が配置されている。にわかダニズなど目及びガ山ン工房大指導近くの、不動院の四サロー西側へ右折し、曲がりくねった林道を1 3トルほど登ると、林道脇に案内看板があり、そこから、急峻な谷に沿って、山道を10分ほど登る。駐車場は付近にはなく、自動車で行く場合はにわかダニズなど目付近の駐車場を、 利用する。ありがとうございます。